はい、今日は白菜のあったか味噌煮と簡単塩昆布和えの2品を作ります。はい、冬が旬の、ね、白菜をたっぷり使ってコクがあって温まる味噌煮を作ります。いいですね。はい、さらに今日はもう一品、白菜の柔らかい部分を使って簡単な和え物も作ります。はい、2品作っていきます。はい、もう旬の白菜を、ね、余すことなく使います。わかりました。今日のお料理の見どころ題して翔のポイント。1、冬野菜の旨味を引き出すには。2、相性抜群、3つの赤やし調味料。では先生始めていきましょう。よろしくお願いします。よろしくお願いします。師匠、質問しなくていいですか。今日はいいですか。なんであの白菜はこうやって抱っこしてたんですか。あまりにも可愛くてあやしてしまった。美味しい時期だから触れちゃダメ。いろんなトラップをね、先生仕掛けてますからね。先生、笑いに関してはちょっと引き気や。さあ、白菜を切りましょうね。まず、じゃあ翔さん出番です。はい、わかりました。まあ、ざく切りで、ざく切りに、はい、わかりました。まず3等分ぐらいに縦に、そうですね、切っていきます。はい、そんなにざっくりでいいんだ。はい、ざっくり。そして、綺麗な、このぐらいですね。綺麗な白菜やな。綺麗ですね。美味しいですね。美味しい。美味しいですもんね。キムチにしたいぐらい。今日他のもの作りますから。今日他の美味しいもの作ろう言ってるのに。すいません、日本料理なんで。うまいですよ。うまいですよ。うまいですけどもね。漬物にしてもうまいですけど、今日は違う。夫人も。夫人。夫人。じゃないわよ、夫人。さあ、できました。あ、できた。はい。はい。まあまあなざく切りですね。まあ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 、はい、ざく切りにまあまあとかあるんですか。たまにひどいざく切りもありますから。そうですよね。今日はまあまあ、まあ、まあなざく切りですね。そのままいただいても美味しそうね。あ、でもだからでもね、そのまま美味しいですよ、ね、もうちょっと料理させてください。お願いします。僕大根も切りますよ。生でも美味しいです、大根も格的にはしないですからね。はい、拍子切りにします。拍子切りにしていきます。まず手が向いてない。はい、おしげは向いてない。7、おしげ素人なんで、あんまり許してください。そしてさらに拍子切りにしますよ。はい、いきます。そういう風にする。拍子切り、簡単に。拍子切りっていうのはこうね、あのカンカンっていう。拍子切りね。はい、あ、火の用心の。そうです、そうです、そうです。ね、大根も冬が旬のお野菜で美味しいですからね。はい、入れますよ。はい、いきました。さあ、そうしましたら豚バラの薄切り肉をね、使いますね。炒めていきます。で、豚バラ肉から油が出ますので、こちらに油は今日は引かなくて結構です。はい、油を引かずお肉を入れていきます。はい、焼いていきますね。その辺のことが料理やらないとわかんないよね。いや、あのね、下手に入れるとべちょべちょになっちゃうんですよ。三枚肉。あんまりじゃあ油が多すぎても良くないですね。でもほら、すぐに油出てくる。出てくるから入れなくていいと。うん、バラは特にですね。そう、バラは一番油ありますからね。はい、こうやってちょっとほぐしながら。ほぐしながらね、手を入れて。今日結構量使いますね。250g ということで、ボリューム満点ですね。でもあとはもうお野菜だけですからね。そっか、はい、はい、お野菜も今日はたくさん使っていきます。清水さん、最近お料理はされますか。あ、僕は今勉強中。あ、そうですか。なんかいろいろね、作ってくださって。ここで習ったあの豚肉の生姜焼き、もう子供がもう作らなくていいっていうぐらい、あの多いメニューになっております。あ、そうですか。おいしいですね。さあ、豚肉が炒まりました。はい、そこで翔のポイント1番、先生お願いします。はい、もうね、油が出てきましたね、豚肉の油。はい、本当ですね。この油出てきたところで、この野菜たちをしっかりと炒めていきますね。はい、今日は味噌煮ということで煮込みなんですが、はい、その前にまずしっかり炒めます。炒めていく、はい、先生、白菜は硬い部分から先に入れてとか、そういう順番はなくていいんですか。いや、もう今日はそこまで気にしなくていいです。アバウトに言いましょうね。なるほど。はい、じゃあ長ネギです。はい、長ネギです。本当に全部入れちゃうんですね。一気にもうお野菜入れていきます。あの炒め物でしたらね、はい、確かに短時間で仕上げるためにそうした方がいいと思うんですけど、今日煮ますから。あ、そうか、はい、そんなに気にしなくていい。これ煮込みなのに、やこうやって炒める。冬野菜はこうね、じっくり炒めることで甘みや旨味が増すんですね。さらにそのね、旨味をこの豚から出た油でコーティングしてあげることで、うん、旬の食材の味をね、こうしっかりと味わえるんですね。なるほど。豚の油もね、甘くて美味しいですよね。そうなんです、美味しいんですよ。ということで、野菜をしっかり炒める、これが翔のポイント1番でした。はい、このまま3分ほど炒めていきます。はい、
はい、野菜がしんなりしてきましたね。だってですね、あんなにたくさんあったのに、はい、だいぶしんなりしてきましたね。しんなりさせると甘みが出ますね。なるほど、しっかり炒めることが、ね、イメージはね、汗をかかせるような感じですね。素晴らしい表現ですね。ありがとうございます。汗をかかないとね、やっぱそうしましたら、すごい甘い香りになりますね。だし汁を加えますよ。だし汁 500cc です。それ昆布だし、かつおだし、かつおと昆布両方使った、はい、お出汁ですね。で、醤油と大さじ2です。みりんを加えます。みりんも大さじ2です。はい、私あの顆粒のやつでもいいんですよね。あ、もう忙しかったらそれでいいですよ。はい、ね、はい、で、大体5分ほどこう煮ていきますね、こちらね。はい、しっかり炒めてしっかり煮るんですね。はい、煮ていきます。では煮ている間にですね、簡単にできる白菜の和え物を作ります。はい、煮たい。はい、まず調味料をボウルに合わせますね。はい、まずはわさびです。練りわさび小さじ2分の1です。ね、で、そこにお塩、うん、小さじ2分の1、はい、これごま油ですね。大さじ2です。この3つでいいんですね。はい、この3つ、まあ、少しわさびがね、練りわさび、練りわさびですよ。でも辛くないんですよこれ。はい、混ぜ合わせたところに、はい、こちら白菜ね、ちぎりながらここに加えていきます。はい、きます。はい、先生、これ今日は黄色っぽいところを使いますが、こちらね、白菜の内側の黄色い部分ですね。はい、うん、でこの部分はね、外側に比べて繊維質が少ないんでね、柔らかくて生で食べるのに向いてるんですね。なるほど。はい、それをお鍋した後その部分が残っちゃうんですよ。確かに。あの、なかなかね、白菜生で食べるってないと思うんですけども、こうするとね、とても美味しいんですね。で、柔らかいから手で簡単にちぎれます。はい、ねえ、大好きです。バリバリいただきます。バリバリ食べてください。生で食べたことありますか？もう何回も食べてます。そうですか。で、手でちぎった方が味も絡みやすくなりますからね。はい、わかりました。手でちぎっていきます。で、外側はあの味噌煮込みに使うんですね。そうです。今日はだから外側の部分今こう煮てるんですね。はい、こう使い分けるといいですよ。丸々1個がね、こう使い分けると美味しく食べます。はい、余すことなく使っていきます。はい、じゃあここに塩昆布です。はい、はい、美味しい。美味しい。塩昆布入れてお茶漬けにしてもらえ。手で混ぜます。あ、いいですね。手で混ぜますか。和え物はね、手で和えてあげた方が絶対美味しいですからね。なるほど。はい、これちょっとあの、何ですか、ギュッとする感じ。これね、あのお好みですよ。サクッと和えればシャキシャキ感がありますし、ちょっと揉み込めば少ししんなりしますから、ね。ああ、シャキシャキがいいな。これは揉み込みがいいな。お好みで。じゃあ、あの、適当にやってください、ね。はい、あ、いい感じですよ。もうこれ器に持って、もうこれだけです。はい、すごい簡単なんで。塩昆布本当にこれね、あれだけ美味しいですからね。はい、美味しいです。はい、では味噌をこちらに入れていきますね。はい、今日は味噌を加えます。はい、何味噌ですか？これはもう一般的な信州味噌の、はい、赤味噌。で、煮汁でね、こう溶いてから入れてあげた方が、ね、あ、そうかそうか、ダマにならなくて、ね、先に溶いておいて、はい、ここで軽く溶いてあげますね。はい、なんかこう料理してないとこういうことすると邪道なのかなとか思ってしまうよね。うん、やり方がね、わからないですよね。全然やりやすい方法でいいんですね。うん、これをね、溶いて入れてあげた方がもうすぐに馴染みますからね。はい、加えていきます。はい、そして混ぜますね。はい、一度馴染ませていきます。ね、あ、これはうまそう。これあったわ。これはいいよ。はい、味噌を加えだけで十分に、ね、いい香りがね、漂ってきました。ブックスで味がわかるもん。もう、味噌が溶けたら、ね、最後にね、加えるものがあります。何ですか？その加えるものが小のポイント2番。はい、まずこちらのバターです。バターを加えます。25g。 もう豚から。あと一味唐辛子ですね。はい、一味唐辛子も加えます。一味合う。はい、デヴィ夫人、でも味噌とバターは合うんですよね。味噌ラーメンなどにね、バターをトッピングするじゃないですか。味噌バター、はい、味噌とバターは相性が良いんですね。良いです。で、さらにバターのコクとこの一味唐辛子の辛みもよく合うんですね。はい、なるほどね。先生、これまさに味のトライアングルや。その通りです。でもね、このバターはね、和食でも意外と使うんですね。あ、そうなんですね。はい、僕もね、お店でもね、あのお芋とか貝と相性がいいんでね、煮物にちょっと最後に垂らしたりとか、炊き込みご飯に最後少しだけ入れてあげる。バター？バター、はい。あとエビとも相性いいんでね、伊勢エビなんか蒸した時にちょっとバターで、ね、仕上げにかけたりとかすると、コクも出ますしね。はい、美味しいですね。はい、なるほど。はい、ではこのまま煮込んでいきます。味噌にはバターと一味唐辛子が合う、これがポイント2番でした。はい、そうしましたら、はい、水溶き片栗粉でとろみをつけますね。つけるんですか？事前にこう片栗粉を水で溶きます。寒い時期はとろみがあった方が美味しいですからね。そのままでも十分な感じがするんだけど、これでも美味しいんですけどね、とろみがあった方がやっぱおかず感が出ますよね。あ、なるほど、なるほど。わー、美味しそう。ね、一体感が出るんですよ、これで。とろっとして、で冷めにくくなりますしね、この方がね。今日寒いですしね。寒い時は絶対いいですよ、この方がね。はい、もうとろみつけたら完成ですね。はい、では盛り付けていきましょう。
たっぷりつけた方がいい。美味しそう。お野菜もね、お肉もたっぷりですから。味がね。いい感じしますね。これご飯の感じ。ご飯進むなこれ。いや本当ご飯進みますこれ。美味しいんです。いい香りですね。しかもね。相当ご飯進みますよ。これうまそう。はい、そうしましたら、まあ万能ネギね。彩りを添えて。でね、ちょっと柚子の皮の千切りをちょっとしますね。これが美味しいですよ。はい、これ完成です。はい、ということで白菜のあったか味噌に、そして簡単塩昆布和え完成です。